本日は映画余命の原作をお書きになりました谷村志保さんにお越しいただきました。お久しぶりです。お久しぶりです2年ぶりに になりますか。なります。谷村志保、島瀬恋愛文学賞を受賞した海猫、近代史に翻弄される男女を描いた黒髪など、等身大の女性たちの性と愛を描いて若い世代に圧倒的な支持を受ける人気作家。対するは川原蓮。2007年処女小説瞬きが高く評価される。映画余命の脚本を担当しており、現在多数の映画企画を立ち上げている若手脚本家。谷村志保さんの原作小説を川原蓮さんが企画脚色した映画余命。結婚10年目に待望の赤ちゃんを授かった女性医師が、過去に患った乳がんを再発し、出産すべきかどうか難しい選択を迫られます。このストーリーを、もともと余命という小説を書かれたきっかけは何だったんですか？娘を産んだんですけれどね、主治医の先生にその後で出産で命がけですねっていうふうに言ったら、そうなんですよって、今はその出産っていうのはただおめでたいことのように思われているけれど、基本的には命を懸けることで、昔は事故も多かったんですよ、じゃあその命と引き換えに子供を産むっていうようなことって今でもあるんですかっていうふうに聞いたら、一つの過去の出来事があったんです、やっぱ病気を持っていて、それを告げてしまうと産むことはみんなに反対されるだろうって言わずに産んだっていうふうにその先生がおっしゃったのね、その中で余命を書きたいっていうふうに、いろんなものがね、こう、 うまく一つになっていく時があるんですよね。そうすると、主人公がこう立ち上がって生まれていくんですけれど、書いてるうちにだんだん夢中になっていったものは、夫婦。子供を授かった雫は乳がん再発の事実を夫の凌介に伝えられずにいた。3ヶ月のテント生活は無理だよ。生まれてくる子供のためにも不安定な夫の将来を考え始める雫。生まれる前だから言ってほしいの。3ヶ月も収入が保証されてる仕事なんて、あなたには願ってもないチャンスでしょ。そういう言い方はさ、相手を思いやるがゆえに生じる男女のすれ違い、一番大切な人に嘘をついてしまう切ない夫婦の姿。原作の谷村志保さんにもどう書くか迷った点があると言います。もうヒロインの雫が夫の凌介に向かって、あなたはバカじゃないっていう、そこは書いてみて外してみたり、やっぱりまた戻してみたり、ずいぶん迷ったセリフだったんですよね。知ってんだろ、俺はそういうバカなやつだ。あなたはバカなんかじゃない。バカは嫌いなんだろ。もともと最初の初稿からの脚本に私は入れてなかったんですね、難しかったんですよ。あれを難しいよね、理解させるのが。きっと、あなたはバカじゃないって聞きようによってはすごく上から言ってるように聞こえますよね。難しいなっていうふうに思ったんですよ、場合によってはこの雫というキャラクターそのものを壊してしまうような意味のある言葉だと思うんですね。でも松雪さんが今回はすごく自然な形でおっしゃって演技してくれたんですけれども、いや自然っていうか、すごく愛情を感じたっていうのかな、実はあのセリフは私が入れたものではなくて翔の監督が入れてくれたものなんです、あとはね、原作にはないシーンもあるんですよね。そうですね、いくつか、はい、なんかたまたま奄美大島に行っていたら相撲やっていたってどこかから聞いたんだけど、はい、はい、そうです、奄美大島にロケハンに行ったら、
あの相撲の練習をしてたんですね。小説にもらっていいですかって言いないようないいシーンだったけど、はい、うん、相撲を取っている2人を見ている雫の表情が何とも言えないんですよね。うん、あの映画館で、あの試写でね、試写の会場で監督もいらしたし、はい、女優さんたち、俳優さんたちもいらしたんですけど、気がついたら本当にずっとこう、あ、私泣いてるって。だからおかしいんですよね、自分の書いたセリフだったりするはずなんだけれど、 でもやっぱりあのそこに皆さんの力が加わって、自分で自分の本を読んで泣くということはないので、多くの方に見ていただけたらあのいいなと思います。ぜひ、うん、谷村先生も映画館で、うん、もう一度ね、観客の方と一緒に見てください、はい、そうですね、はい、楽しみにしています。今日はお忙しいところありがとうございました。本当にお会いできて嬉しかったです。ありがとうございます。番組収録後も話が尽きない2人、互いに作家として創作上の悩みを語り合います。その執筆中でも結構ヒントをもらいに聞いたりしますか、編集者の方とか。あの途中というか直してきますからね、しますよ、うん、私の場合は、うん、そのセリフとかを書いてる時に なんかなりきっちゃってると止まらないんですよね。で、わーって思ったものをそのまんま書いてしまうんだけど、書けない瞬間があって言葉が止まっちゃったりするんですよ。この次のセリフが出てこないとか、この次の展開とか、うんうん、この章とこの章がの間に何か違う章を入れたいんだけど、それがわからないとか。今度電話で相談しようよ